こんにちは。明日があるそれトゥドボランティアの時間がやってまいりました。早いものでもう6月です。実はね、私が住んでおります、佐賀県でコロナによって時短営業要請が出ておりまして、5月の10日からね、最初は24日やったかな、その後また31日まで伸びましてね、6月に入ったら通常営業しようかと思ってたんですけど、6月1日からね、5日まで延長になりましたね。こういうことをやりたいなと思ってもね、できないことがいっぱいありますけど、まあネットでボランティアだけはね、続けていきたいと思います。ということで、まあ6月ということでね、早速、6月の誕生会ね、6月生まれの方のためにハッピーバースデー Do You を歌いたいと思います。いつものようにですね、ディア6月生まれさんみたいな感じのね、ちょっと音程違ってましたけど、ということで皆さんもよかったら一緒にね、6月前の方をお祝いしてくださいませ。はい、行きたいと思います。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディア6月生まれさん、ハッピーバースデイトゥーユー、Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear 6月生まれさん、 Happy birthday to you。 ということで、Happy birthday to you 歌いました。6月生まれさんという、実は私もね、6月生まれでして、途中何時すれば64歳になります。ということで、まずは1曲歌いまして、ね、次は童謡唱歌と言いましょうかね、寂しい歌と言いましょうか、野口雨情さんがね作詞しました、シャボン玉ね、なんか儚い感じの歌ですけどもね、歌ってみたいと思います。皆さんもよかったらね、一緒にどうぞ。シャボン玉でした。次はね、まあこの時期にはね、ちょっと歌いたいなと思いますけれども、フォークソングといえばね、これがまず一番最初、私どもとしてはですね、ちょっと中学校の時にはね、まあ、音楽でギターのね、授業もあってました。今はないのかな。その時にね、初めてね、フォークソングというのを意識しまして、マイク・マキさんで、バラが咲いたいって言いたいと思います。そこに
咲いてておくれ。バラが咲いた、バラが咲いた、真っ赤なバラで。寂しかった僕の庭が明るくなった。バラが散った、バラが散った、いつの間にか僕の庭は前のように寂しくなった。僕の庭のバラは散ってしまったけれど、寂しかった僕の心にバラが咲いた。バラよバラよ心のバラ、いつまでもここで咲いてておくれ。バラが咲いた、バラが咲いた、僕の心にいつまでも散らない真っ赤なバラが、いつまでも散らない真っ赤なバラが。マイク牧さんでバラが咲いたでした。で、続きまして、まあ、6月から7月の花って言われてますけれどもね、渡哲也さんがね、歌われまして大ヒットしました、口なしの花をね歌ってみたいと思います。あ、もうそうか1年ぐらいかな、去年の8月10日に亡くなられたんですね。行ってみたいと思います。今では指はもう回るほど痩せてやつれた、お前の噂口なしの花の花の香りが、旅路の果てまでついてくる口なしの白い花、お前のような花
口なしの腹を腹を見るたび寂しい笑顔がまた浮かぶ口なしの白い腹お前のようなあなた哲也さんで口なしの花、ね、でした、ここでですねまた、いつものようにゲストをお招きしたいなと思っております。もうね、皆さんにはずいぶんねもう顔見知りになられたんじゃないかなというほどネットでボランティアのゲストとして参加してもらってます。今回はねふうみんさん、今日はですね、アルプスの少女ハイジ、昔ねテレビでやってましたけど、その、中の曲で教えてっていう曲です、また前回と同じようにハチミツボイスともろりさんがねギターを弾いてもらってますということで、ふみんさんね、お願いしたいと思います。皆さん拍手でお迎えくださいませ。よろしくお願いします。どうぞ。ありがとうございました。ふうみんさんの歌とハチミツボイスともろりさんのギターでした。ふうみんさんの洋服といいましょうかね、アルプスの少女ハイジをイメージされた服をね着てらっしゃいましたけどねもう一度拍手をお願いします。ありがとうございました。またよろしくお願いします、ね、アニメといいましょうかね、漫画の主題歌が出ましたんで、アルプスの少女ハイジもね、日曜日のね7時ぐらいかな、カルピス劇場かなんかで、ねねやってたんじゃなかったかな。日曜日のね、6時半からテレビと言いますと、それこそもうね皆さんご存知サザエさん、ね、言ってみましょうかね。
順番的にはね、テレビではサザエさんがあってアルプスの少女入りだったと思いますけどもね、サザエさんね、行ってみたいと思いますので、皆さんも知ってらっしゃったら一緒にどうぞ。では行ってみます。魚くわえたドラ猫を追っかけて話してかけてくる陽気なサザエさん、みんなで笑ってる、お日様も笑ってる、吉田拓郎さんだったと思いますんで、ね、今日聴いてらっしゃるね、皆さん方の中でもね、吉田拓郎さんの歌を好きな方がいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思って、今日は、吉田拓郎さんの、まあ、代表作と言いましょうかね、落葉を言ってみたいと思います。これはね、拓郎好きの方はよく歌えます。では行きたいと思います。酒より最高の月で
誕生会でしたけども、いよいよ最後の曲となりました。このネットでボランティアですけども、最後の歌は決まっておりますね、水前寺清子さんの大ヒット曲365歩のマーチでいきたいと思いますので、皆さんも元気にね、ご唱和くださいませ。いきます。ワッツ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 、幸せは歩いてこない、だから歩いて行くんだね。一日一歩、三日で三歩、三歩進んで二歩下がる。人生はワンツーパンチ、汗かきベスタに歩こうよ。上げたのをつけた足跡ね、綺麗な花が咲くでしょう。歩みを止めずに
でみよう。千里の道の一歩から始まることを信じよう。はい、腕を持って足を上げて、ワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 。ね、明日からさ、ネットでボランティア、ね、6月編も365個のマーチで元気に終わることができました、ね、言い疲れるほどまだまだコロナが収束しません。でもね、ワクチン接種が高齢者、施設の方々を中心にね、どん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 進んでます。このペースでいくとかなり早い時期に収束してくれるんじゃないかなと思っております、ね、あと特効薬なんかできればね、いいかなと思いますけども、とにかく一日も早く安心して過ごせますように。でまたね、医療従事者の方がゆっくり休めますように、介護施設の入居者様、またねスタッフの方がね、またね、いつもの楽しい日常に戻れますようにということでね、今日は終わりにしたいと思います。明日バルサマスターでした。またお会いしましょう。